コダクローム 40KM464 P スーパー8カートリッジスーパー 8mm フィルムは1965年に発表された個人映画向けのムービーフィルムの規格である。コダックが開発した。規格の名称はスーパー8。1932年に発表されたダブル8の改良版として発売された。ダブル8との相違点はパーフォレーションを小さくし、その分画像面積を約 1.5 倍に拡大、また16コマ毎秒が標準であったフィルム走行速度を18コマ毎秒と早めた。さらに、高級機種においては24コマ毎秒という商業映画と同じ滑らかな動きの撮影、映写を可能とした。カートリッジ形式を採用しており、内部にプレッシャープレートを内蔵しているため、ダブル8のようにゲートにフィルムを通す手間がなくなった。また日中でもフィルムのかぶりや感光を恐れることなく、カメラにフィルムを装填できるようになり、カートリッジの切り込みによって、フィルム感度の設定を自動にすることができた。しかし、フィルムの走行に一軸構造が採用されているために、フィルムの巻き戻しが不可能になってしまい、オーバーラップなどの特殊効果ができなくなってしまったが、後にカメラメーカーの努力によって一部制限があるものの巻き戻しを可能にした。音声を記録するための磁気ストライプの位置を送り穴の反対側に規定し、1970年代中頃から音声も記録できるサウンドカメラが市場に登場した。スーパー8のカラーフィルムには基本的にタングステンタイプのフィルムしかないが、カメラに内蔵されたフィルターによって太陽光下でも撮影できる。コダック社製、コダクロームフィルムの発色の良さから根強い人気があったが、同フィルムは2006年に生産終了となり、次に発売されたエクタクローム 64T も2010年に生産終了となり、代わりに同年、エクタクローム 100D が発売となったが、2012年12月をもって生産終了となった。以後は在庫限りの販売となっている。2018年、エクタクローム 100D が再発売されている。他に、トライ X やビジョン3やプロ8なども発売されている。海外では、アマチュアやプロの間で多く使われている。日本では、2013年現在、エクタクローム 100D 等のカラーリバーサルフィルムのみ、日本国内で現像することが可能である。現像は、墨田区にあるレトロエンタープライズが自社現像を行う。また主なカメラ店などを通しても、コダック社製、スーパー8フィルムの現像依頼は可能である。コダック、レトロエンタープライズ、スペクトラ、ビットナー、プロ8、カールなど、2011年現在製造販売を行っているスーパー8のフィルムの主な一覧である。ありがとうございます。